無制限の挙式紫本誌ではクライマックスを迎えアニメも渋谷編に突入した呪術廻戦そんな呪術廻戦で注目したいのは無制限の挙式紫第233話で五条の口からその存在を明かされた無制限の挙式234話でそれが紫であることそして41秒後に新宿で発動されることが判明したんですがその正体とは一体どんな技なのでしょうかということで今回は無制限の挙式紫について徹底考察したいと思いますなお呪術廻戦第234話までのネタバレを含みますのでご注意くださいまだ見てない方は必ず動画をここで閉じるようよろしくお願いしますそれではどうぞこれより41秒後再び五条悟の挙式紫が新宿に戦績を刻む第234話ではっきりと予告された再度の挙式紫の発動そして233話で五条悟は他に手段もないので無制限の挙式紫を決めるしかないと考えていましたつまり41秒後に発動する挙式は要するに無制限の挙式とイコールであると捉えられますそんな現在の五条悟対宿儺の戦況はというとですね一か八かの切り札に頼らなければならないほど五条悟が不利というわけでもあります最新話に至るまで攻守が目まぐるしく逆転し五条悟と宿儺が共に脳に大ダメージを受けて領域展開が使用不可能にそして五条の呪力出力が下がってきているんですがそれと同時に宿儺も 200% の挙式紫や黒線プラス青の引き寄せパンチを食らったことでかなり疲弊していますだが今俺も万全ではないこの距離で紫が決まれば 100% の出力でも致命傷になるだろうそして最新234話で五条の勝利条件が明確になりましたよねそれは宿儺の言う通り至近距離で 100%の出力の紫を宿儺に当てることそして41秒後に挙式紫が発動されることは確定しているのでそれが 100% の出力に至るかどうかが肝となりそうですというのも先ほど説明した通り五条悟の呪力出力が落ちていますいや明らかに傷の治りが遅くなってきている赤が打てる以上反転術式が使えなくなったわけではないはずだが出力は確実に落ちている233話で家入将子の見立てによると反転術式での傷の治りが遅くなりその後ですね術式反転赤を使った時には樹脂を唱えて呪力出力を上げようとしていますつまりたとえ挙式紫であろうと普通に打つ分には出力はですね 100% に到達することはないと言いますではどうやって出力を 100% 以上に上げるのかそれこそが無制限の挙式何らかの縛りと引き換えに出力を上げおそらく技の内容も変えた紫こそが無制限の挙式の正体だと予測できますもちろん一番気になるのは無制限の挙式がどのような技になるのかですよね233話でですね無制限の挙式の存在が明かされてから多くの読者の方がその効果を予想していますが自爆技全方位に紫を放出ペインの神羅転生のように命を縮めて発動する技陸眼の片方を引き換えにする技ネテロの百式のゼロのように呪力を全て消費する技このような感じで歴代ジャンプ作品のいずれかの大技のオマージュになることを予想している方が非常に多い印象ですしかしナルトやドラゴンボール悠々白書ハンターハンタースラムダンクなど数多くの有名作品のオマージュが五条対宿儺の戦いですでに用いられていることを考えると最後の大技は芥見先生がアイデアを温めていたオリジナル技になる可能性もかなり高く何らかの有名な技のオマージュになるのかどうかは何とも言えないところですなので一旦オマージュは忘れて作中のヒントからその技の効果を予想したいと思いますもちろん第一のヒントとなるのは無制限というワードです呪術廻戦において制限という言葉が使われる例としては制限解除という技があります例えば呪術廻戦ゼロで乙骨はですね特級過剰量織本理科に自分の生贄に捧げることを宣言することで制限解除をし下等すぐるの最大出力技である4461体の呪霊をまとめた極の番渦巻きを正面から打ち破っていますそして渋谷事変でメイメイはカラスに自死を強制させる縛りを課すことで操るカラスの呪力制限を消し去り特級呪霊の放送ババアに風穴を開けて払っていましたまたハカリはですね領域展開座殺バクトにより大当たりを引いてボーナスに入っている時のみ呪力が制限解除されることが判明しています他にもあると思いますが主な制限解除はこの辺りではないでしょうかつまり術式の制限というのはある種の安全弁やリミッターのようなものであり命をかけたりそもそも自由に使えなかったりと重い縛りを課すことで初めて外すことが可能このようなものであると言えますそして術式の出力が跳ね上がるというと簡単に聞こえますがメイメイの黒鳥槍術が本来相手への攻撃手段をあまり持たないのに対しバードストライクが特級相当の呪霊ですら一撃でほふるほどの威力であることから無加減術を制限解除した場合には一体どれほどの威力になるかは想像がつきませんそして制限解除すると思われる挙式紫の効果は順天青の引き寄せる力と反転赤の弾く力を掛け合わせることで生まれる仮想の質量を押し出すというもの単純にそれを制限解除するとすればまず思いつくのはですね規模の拡大です現状の紫そして 200% の紫は見えない球体のようなものを指向性を持たせて発射するいわゆるカメハメハや霊眼的な技ですがその仮想の質量自体を巨大なものにするなら五条の周囲一帯を
仮想の質量により消滅させると言ったような内容になるのが普通の制限解除です。ちなみに無制限の挙式が何なのかを判断する材料として、スクナへの初撃にこの技を使っていないことがあります。巷で噂されているですね、ベジータのファイナルエクスプロージョンのような広範囲への攻撃が無制限の挙式の正体なら、周囲にいたイジチやイオリ歌姫、ガンガンジヨシノブを巻き込まないためにあえて通常の挙式紫の出力を上げたとも思われます。よって五条が周囲の人間を巻き込まぬようですね、使用を躊躇していたことこそが無制限の挙式が広範囲に影響を及ぼす技であることの証明になるのではないでしょうか。とここまで制限解除に焦点を当ててみた結果、最初に挙げた予想のうち、自爆技、全方位に紫を放出、ペインの神羅転生のように命を縮めて発動する技、この3つに当てはまる自爆による広範囲紫というものを予想してきましたが、五条悟にはこの局面では死ぬには早い2つの伏線があります。1つ目が賢者を倒し親友のゲトウスグルの体をですね葬ること、そして2つ目が伏黒めぐみに父親の当時について話すことです。もちろんコツが賢者は僕が殺すと言っていたり、極端な話当時については話さなくてもいいと言えばいいので完全に死亡フラグを回避できる伏線とまではいきませんが、この2つの伏線は五条悟自身が回収してこそ物語として綺麗な筋が通ると思います。よって五条が安易に死を選ぶとは思えない。死んで勝つと死んでも勝つは全然違うよめぐみ。それは伏黒めぐみに五条が語っていた死んでも勝つの理念からも明らかですよね。よって五条は少なくとも命を犠牲にする縛りではなく、その他のものを犠牲にする縛りを結ぶ可能性が高いと思います。となると読者の皆さんの予想のうち、陸眼の片方を引き換えにする技、ネテロの百式のゼロのように呪力の全てを消費する技、この2つの可能性がかなり高まります。五条悟が陸眼の片方を失うというのは古くからある一説で、その理由はですねアニメ第2期のオープニングで五条の左目の色が白くなっているからというのがですね主な理由だったんですが、呪術廻戦のソーシャルゲームファントムパレードのオープニング映像でも五条の左目に向かってガラスが割れるような演出が入っています。この2つの映像はともに原作そのものというわけではないんですが、確かに陸眼の片方を犠牲にすれば現代最強の術師五条悟という存在は死にますが、呪術高専の教師五条悟という個人としては生き残れます。また片方の目や呪力全てを引き換えにした制限解除によって、例えば挙式紫のですね効果範囲を制限解除して直線ではない範囲にできれば、マコラとスクナ両方をですね挙式の効果範囲に入れることも可能となると、マコラを一撃で消すにはあれしかないか。233話で五条が考えているように、まず第一撃破目標はマコラです。しかし落ちている出力を無理やり引き上げる無制限の挙式を使ったら、その時点で五条悟もかなり負担がかかることになり、その後スクナと張り合うだけの呪力出力は出せるかどうかはかなり怪しい。さらに先ほどの読者の皆さんのアイデアである片眼や全呪力を犠牲にした縛りである場合、そもそも戦闘不能に陥りますよね。よって五条はですね無制限の挙式でマコラを消滅させることはもちろん、スクナにも致命傷を負わせなければいけないです。となると全方位の挙式紫でないとしたら、無制限の挙式はジャンプ漫画のオマージュで考えるなら、幽遊白書の浦飯雄介が使うショットガンのように放射状に仮想の質量を押し出す技も考えられますが、オリジナル技だとするならば青の収束点をですね複数設置することができていたことから、挙式紫の仮想の質量を複数用意して全方位からぶつけるような使い方も可能です。いずれにせよ制限解除とは重い縛りと引き換えに本来の術式ではありえない使い方を見出すものなので、挙式紫は今までの一方向へ押し出すものとはスケールの違う技へと進化すると見ていいのではないでしょうか。また仮想の質量という概念で言えば、つくもゆきの最後の言葉が気になります。呪力を扱う割に想定が甘いんじゃないか。重力も時間も質量も突き詰めれば。これはつくもが賢者との戦いの最後、自らを犠牲にしてブラックホールを放った時のセリフですが、この言葉に続くのがブラックホールになるだとすると、重力は突き詰めてブラックホールになるとは物理学的には証明されていません。よって重力も時間も質量も突き詰めればに続く言葉が今後につながる重大な伏線になっている可能性がある。さらにつくもゆきと五条悟は仮想の質量を扱うという点でかなり術式の運用方法が似通っています。よってつくもの最後のセリフで敷かれた伏線は、今回の五条悟の無制限の挙式により仮想の質量を突き詰めることで起きる現象につながっている可能性が非常に高いんです。となるとオリジナル要素としては、五条悟の無制限の挙式はブラックホールと共通した何らかの現象を起こす、この線もかなりあり得ると思われます。とはいえ、スクナに 100% の挙式紫がクリティカルヒットすることが本当にあるのでしょうか。現状スクナにはかなりの謎が残され、間もなく終わると思われる五条との戦いでそれらの謎が全て明かされるとは到底思えませんよね。スクナの残された謎について代表的なものを挙げると、スクナの本当の目的、賢者との約束、打点の意味と、なぜ天使に狙われているのか、スクナの切り札、よろずがスクナに渡したもの、よろずの言葉を思い出している理由、ボックス、フーガの正体と、とても片手では数え切れないほどのスクナには多くの謎が残っており、
さすがに全ての伏線が解消されないまま物語が終わることはないと思うので、多分最低でもこれらの謎の半分くらいは種明かしがされると見ていいでしょう。よってこの決戦で宿儺が完全に物語から退場することはほぼ 100% ありえないといえ、五条悟が完全に勝利することはおそらくないとも考えられます。かといってですね、先ほど考察した通り五条悟がこの戦いで命を落とす可能性も高くありません。よって落としどころを考えるなら、五条悟の挙式紫でマコラが消滅、宿儺も大ダメージを受けるも、宿儺の切り札おそらくボックスによって五条悟も戦闘不能なほどの重傷を受け、両者瀕死となることで最強決戦は一旦幕引きとなり、賢者や裏目高専メンバーやプレイヤーが入り混じった乱戦の最終決戦へと物語が展開していくのではないでしょうか。ではこの無制限の挙式が炸裂した後、瀕死の五条悟と瀕死の宿儺はどうなるのでしょうか。結論から言うと、五条悟は前線から退き、宿儺は完全復活を遂げると思われます。まず五条悟の戦線離脱についてですが、現在行われている頂上決戦はまさに五条悟が現代最強であることを思う存分発揮している機会のように思われるため、その意味で言うとこの戦いが終わったら五条悟は戦闘面で用済みとなるとも考えられます。また五条が退場するのを裏付けるような不穏な描写も見られます。生徒が見てるんでね、まだまだ格好つけさせてもらうよ。最もわかりやすいのが前回第230話で五条が脳に大ダメージを負いながら言い放ったこのセリフ、まだまだカッコつけるということはいずれカッコつけられなくなるとも思います。ストレートに解釈するならこれはですね、宿儺との戦いが終わったらカッコつけられなくなるという意味になります。また少し昔の話ですが、単行本18巻のおまけページにバレンタインチョコを何個もらえるのかという企画が掲載されていて、五条のところで芥見先生がまだ死んでないもんねと書いてるんです。芥見先生はたびたび五条悟を煩わしいと思ってるようなコメントをしており、このコメントをですねその一環と捉えることもできますが、さすがにまだ死んでいないという作者からのコメントはですね、五条がいずれ死亡すると言っているようなもの、このように五条に対してまだという言葉が重ねられていることから、少なくとも当初の構想では五条悟がいずれ死ぬ存在として考えられているという可能性は非常に高いと言えるでしょう。ただし先ほども説明した通り、五条悟が現代最強として戦わなくても物語の主要人物としての役割は残されているので、ここで五条悟が前線を退き、残された能力をゲートの体を取り戻すために温存しておくというのはですね、展開的にも非常に綺麗にまとまりますよね。対する宿儺の完全復活についてですが、なんとなくの感覚ではあるんですが、宿儺が隠している切り札は現状ボックス封鎖の可能性が高そうです。しかしそれを放って五条悟と互いに瀕死になったとして、呪いの王であり黒幕の賢者側の最高戦力である宿儺が退場したら、普通に考えてパワーバランス的に呪術高専側の圧勝で終わりそうです。よって五条悟が戦闘不能になった後、残りの平定チーム対宿儺賢者恨みという対決構造になる方が戦力バランス的に味方若干不利に見えて、かなり熱い展開になります。顔それでいいんだ。今はな、術師連中と戦うのであればこのままの方が都合がいい。第216話で欲を得た宿儺に対し、賢者は顔は寿司黒のままでいいのかと聞き、宿儺はですね、術師たちと戦うのに都合がいいから今は変えないと言っています。これは捉えようによっては、宿儺が何かしらの処置を取っていればいつでも1000年前の姿、呪いの両面宿儺に戻れるとも言えます。つまり伏黒恵みの肉体が五条悟との戦いで使い物にならなくなった時、宿儺は初めて完全体に戻る。このような展開がバトルものとしてのかなり王道に見えます。ラスボスは第2形態第3形態になった方が非常に見栄えがいいですよね。以上の根拠よりですね、無制限の挙式が五条悟の最強技となり、そこで五条悟は前線から退き、宿儺は伏黒恵みの肉体を離れ完全体として後に復活するという感じで考察してきたんですけども、皆さんどう思いますでしょうか。ぜひともコメント欄に記載してもらえればなと思います。